7月14日午後です。正面のブロックもねだいぶ積み上がってきました。マリアはねまたグアバを取りにね探してます。グアバを取ってきました嬉しそう。雨降ってきたな。雨が降ったりやんだりが続いております。今ねダーッと激しいのが来てたんだけどなんであんなとこにいんだ。こっち来ればいいのに。シャワー浴びてんのかな。またトライシクルの下が定位置だな。雨がねなかなか止まないんでしびれ切らして作業を始めております。Kasi palagi man kami sa dagat.今日はね、もうすぐっていうか、まあ、時期にパラワンにね、冬季移住してくるって方とね、会いにロビンソンに来てます。ロビンソンでお会いした、もうすぐね、パラワン島に移住してくるっていう方、竹内さんとお会いしたんですけど、こんなたくさんのね、お土産いただいてしまいました。これがなんとね、空調服。これマリア用なんですけど、あと僕用にってね、いろんなものいただいてしまいました。今ちょっとね雨が多いんで着れないですけど、マリアと僕でね2人で作業するようになったらねぜひ着させてもらいます。あとねチョコレートいろいろと、カレー、あと味噌汁、それから青にもお土産があります。竹内さんありがとうございます。正面の塀の部分ができました順調順調、なんかカンクンを忘れたとか言ってるけど、カンクンを持ってきてこの人は植えるつもりだったのかな。カンクン、カンクン、なんか端材でね、クボに棚ができてる素晴らしい心地よい居住空間のね、いいですね。チャッピングボード、あのチャッピングボード、わあ、まな板があるっすね、これね、ここね、マリアがね足場に登ってみたいと言うんで またあワンコウが食い残しを狙ってきてるな、お前なんか見つけたか。おはようございます。7月15日土曜日、今日もね現場仕事進んでます。ちょっとどんよりとした空だな。また雨降ったりやんだりだと思いますけど、なんかあのルソン島の北の方に熱帯低気圧があって、それも台風になったのかな。ずいぶん西の方に進んでるみたいですけどね。そのまたあの衛星画像を見たら雲の尾っぽがねパラワンにもちょっとかかってるみたいで、まあ雨季って言えば雨季なんですけどね、こんな感じで天気冴えないです。でもあのしばしも休まず土打つ響きじゃないけど仕事続けてます。はい。で今日もですね、一つ来てるメールなんですけど、ちょっとあれと思うことだったんだけど、読んでいきます。
どこだったかな、これだ。ちょっと全文読みませんけど、ちょっと笑っちゃったんだけど、読みますね。フィリピーナは金についてくるだけで本気で愛してなんかいないと思う。誠さんはどうですかって。多分ね、なんか裏切られた方からのメールかな。金だけっていうか、なんていうかね、なんていうのかな。貧しい子たちってあんまり楽な生活できてなかった子たちを楽に生活させてあげるっていうの、いい暮らしになるじゃないですか、どうしても外国人と一緒になると。幸せを与えてあげるって思えばいいんじゃないの？その金金って言うんじゃなくて、よく、前もね、他の動画で言ってるけど、ギブアンドテイクなんて言ってるけど、いい生活をさせてあげて、幸せにしてあげる。で、その分、愛してくれてると思ってればいいんじゃないの？と思うけどな。だから、僕はどうかって言われてもね、僕だって、あれだよね。僕だってつうか、マリア。まあ、いい生活、僕と会う前よりはいい生活、当然なってるし、全部ひっくるめてじゃない？だからその、僕としてはね、そうじゃないと思いたいよ。みんなもそう思ってるかもしれない。僕としてはこの僕のパーソナリティにこう惚れてくれてると思いたいけど、それでもパーソナリティがいくら良くても、例えば金ない。ベタベタのね、ローカルのフィリピン人の暮らししかさせてあげられない。それ、これはまた違うと思う。だって僕らフィリピン来れば外国人でしょ？だから外国人に求めるものっていうのはそういういい生活ってなんじゃないの？普通考えてそうでしょ。例えば中流、中の下ぐらいって考えたって、フィリピンと日本とじゃ全然生活レベル、住んでるうちからして違うと思うし、だから何、金がなければどうのこうの。まあ確かにそれは言えてるけれども、あんまりそうやってね、ネガティブに考えない方がいいと思うな。まあ、金なきゃね、その海外出てどうのこうのっていうのも考えないだろうし、なんかだいぶ痛い目に遭った方からのメールかな。だってちょっとよくわかんないけど、こんなメールが来ちゃってね。みんなそうだと思う。外国人、日本人も含めて外国人とフィリピーナのカップル、そこそこいい暮らしになってるし、だから、外国人とっていうね、望むフィリピン人の女の子いるっていうのも、それは当然で、まあ、この後ろには家族がいてって、まあ、どこまでね、おんぶに抱っこしてくるかわかんないけれど、そこら辺は見極めてつければいいんじゃないの？だからこのメールくれた人はね、かなりやられたんじゃないかなって僕は想像しますけれども、あんまりそうネガティブに考えない方がいいよね。せっかくこの東南アジアの国に来てね、楽しく暮らそうと思ってて、俺は金だけなんだって、なんて思ったら悲しいでしょ？と思ってしまいました。もう一つメールが来てた。これは何だろう。今朝のメールかな。ちょっとこれも全部長いんで読まないですけど、真ん中あたり。フィリピンでは日本にあっても手に入らないものが多いと思うので、日本に行った時に何を買ってくるのか、また何を買ってきたいのか。僕が？日本行った時買い物してくるもんね。僕の場合はもう決まってんですよ。まずね、蕎麦、乾麺の蕎麦。この前もね、近くのロビンソンデパートのスーパーマーケット行ったんだけど、韓国製の蕎麦しか置いてないのね。いや、日本の蕎麦と違う。日本でもね、乾麺の蕎麦、そんな高級品じゃなくていいんですよ。百何十円とかでね、三束入ってるとか、そんなんでもやっぱり全然ね、味が違う。で、蕎麦つゆはね、日本のこっちでも売ってるんですよ。で、なぜかね、その乾麺の蕎麦がね、韓国製って言って、うどんはまだね、まともなの売ってんだけど、だから蕎麦うどんかな？乾麺、日本行った時買ってくるの。あとそれから、なんだろう、よく使うもんで、サランラップね。フィリピンのラップはね、ほんとダメ。質が悪くてね、くっつかないの。あと何？あとパオのジャーキーがおやつ。うちの愛犬パオの。こっちね、そのドッグフードってのはなんか怪しいのとか、一応
チャムのドライフードが売ってるんだけど、そのおやつのジャーキーとかがね、ないんですよ。ほとんどない。そこら辺買ってくるかな。あ、雨降ってきた。ちょっと避難します。輝く星も流れる雲も